はい、皆様こんばんは。仏教史学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証が決められています。不可解な辞任失脚をした日蓮宗衆衆務院役員、法華経連合会幹部8人の検証と、これをやってみたいと思います。はい、なんか不可解な辞め方をした人はですね、日蓮宗衆の住職とか、あるいは役員にいっぱいいるということで、まあ前にも検証しましたけれども、今回はこの8人の方について検証してみたいと思います。はい、まず1人目はですね、菅野仁、後に農家になって菅野日流となりましたね。菅野日流庶務部長兼海外部長ですね。はい、この方は1933年生まれの2011年にお亡くなりになった方でございます。で、東京国立市の日蓮宗衆大泉寺というお寺、これ日達法師が購入した寺なんですけどね、ここの初代住職でしたと。初代住職、1961年から2011年まで約50年勤めたんですね。はい、でここにですね、なんか若手総理を育成する、その別棟のですね、なんか確か緩和院って名前でしたね、建物があって、そこにもう何十人もの若い、その諸家僧、修行僧ですね、まあ、ここに住み込みで、その面倒を見ていたということです。まあだからこれね、日経放送の代に藤井学院大学ができましたけど、その前の段階で、この大泉寺にその関東の大学に行く諸家僧をここに住まわして、それでこの菅野慈雲住職が面倒を見ていたということでございます。はい、でこの人の奥さん夫人がですね、大石寺66世日達法師の娘さんなんですよね。はい、そういう関係でですね、もともとこの菅野慈雲、菅野日流氏はですね、お父さんの菅野慈俊氏が師匠お師匠さんだったんですけれども、大石寺66世日達法師の娘さんと結婚したんで、日達法師に師匠を変更してるんですよね。はい、そういうことで結構なんか日達法師のお気に入りだったのか取り入ったのかよくわかんないですけど、まあ、そういう感じになっていたと。はい、それで、この菅野慈雲氏は1977年頃から昇進覚醒運動の中心的人物になっていたと。はい、まあ昇進会の五老祖なんて有名ですけど、そのちょっとまあ別格な感じで中心的人物で、なんか裏の宗務総監というふうに言われていた人でございます。はい、で1978年の1月、大石寺66世日達法師から創価学会の板本尊無国の調査を命じられたと。赤沢長陽の、なんか仏壇宮川社長がですね、いやこんな創価学会に言われて板本尊無国しますけど、これ罰当たんないですかって、日達法師に言ったら、これ日達法師はびっくりして、この菅野慈雲氏にお前ちょっと調査をしろというふうに命じられたということですね。でまあ、吸ったもんだにあって、この本尊無国問題は、まあ、大騒ぎになったわけですが、1978年の9月28日、創価学会の7体の板本尊ですね、が、一旦この菅野慈雲氏が住職を務めている大泉寺に収められたと。持っていったのが、その山崎雅智氏と中西春夫さんが持っていったんですね、運んだと。で、この大泉寺から大石寺の法安殿に収めたと。はい。いうことで、まあ、収まったと。で、1978年の11月7日、創価学会のいわゆるお詫び登山、11.7 ですね。まあ、正式な名前は、全国教師総会、並びに創価学会代表幹部会という名前ですね。はい。それで、まあ、その一応、その言った本尊の国は、終わりにした、みたいなんですけれども、まあ、それでは収まらなかったわけですね。はい。で、その1週間後、1978年の11月14日、日蓮宗衆宗務院に、海外部が設置されたと。それまでは、海外局ってあったんだけど、海外局を辞めて、この新しく海外部を設置したと。で、11月17日に日達法師から、
初代の海外部長にこの砂の地主が任じられたということですね。はい、そして1979年の7月22日、ニッタ・ドホッスが死去するわけですね。で、その日の夜、退席時で安倍総監からですね、後のことはどうなってるんだっていうふうに質問された菅野地主がですね、あと要するに後見のホッスはですね、総監さん、つまり日刊ホッスですね、だと伺っていますというふうに答えたということですね。はい、これ有名でございます。で、日刊ホッスが登場したと。はい、それで新しい人事が行われまして、8月の2、4日だね、これ、はい、藤本栄道総務部長が総監になったんで、その代わりに菅野地主が海外部長のまんまで総務部長に就任したということですね。で、まあ、総務部長と海外部長両方できないからということだと思うんですけども、11月10日に、総務部長を、まあ一旦、総務部長だけを辞めて、その早瀬義光氏に、総務部長が交代したということですね。で、この早瀬義光氏の後任が、早瀬義官氏、今の日本ホスということになりますね。はい。で、1980年の夏頃、昇進覚醒運動から離脱をしましたと。はい。まあ、いよいよその、昇進覚醒運動と日刊ホスが対立を始めたわけですね。はい。それじゃあもう、昇進覚醒運動にやれないということで、昇進覚醒運動から離脱をしたわけです。で、8月24日、第5回、全国団体大会には、この菅野地主は参加してないわけですけどね。はい、しかし、この、大善寺で在勤していた、その、諸家僧とか在勤教師は参加してるんですよ。そしてですね、まあ、海外部長の職にあったんですが、1980年から81年かけて、韓国で、日蓮宗宗、そして、韓国日蓮宗宗仏教会、これ今の韓国 SGI ですね、と、大韓日蓮宗宗仏教徒会、これ昇進会系の団体です。これの紛争が起こって、まあ、菅野地純海外部長は、この大韓日蓮宗宗仏教徒会の肩を持つような、その通達とかを出していたと。で、これで、この韓国日蓮宗宗仏教会、今の韓国 SGI が不審を持って日刊ホスに手紙を出したと。で、これで、その日刊ホスがびっくりして、どうなってんだって言ったら、まあ、この、その後ですね、その菅野地主は海外部長を辞任したということですね。はい。で、まあ、この辺の経緯は動画1292で、検証しました。はい。で、まあ、菅野地主と後任の海外部長は前川次長氏というふうに交代したわけですね。ただし、まあ、動画1292ではこの韓国の一件が辞任の理由ではないかというふうに言っ、まあ、検証しましたけれども、辞任の理由について正式な発表は、未だかってないわけですよね。はい。だから、まあ、正式には不可解だということになるんですが、まあ、おそらくこの韓国の一件で辞めたんではないかと思われるんですけどね。はい。それからですね、なんと22年後。はい。2002年の10月5日に、この菅野地主が農家に昇進したと。権総長になったんですね。で、菅野日流となったと。まだ日刊ホスがホスの時ですね。はい。まあ、ちょうど法安堂落家の時であります。その時に農家に昇進したと。で、その9年後ですね、2011年2月3日にお亡くなりになったということですね。だから、この菅野日流氏、この海外部長を辞めた一件がどうもちょっと不可解ではないかということでございます。はい、続いて二人目が前川次長氏。この慈悲の字とこの筆って書いて次長って読むらしいんですよね。で、この人も後に農家になって前川日秀氏となりました。この人はこの菅野地純海外部長の後任の海外部長ですね。はい。で、結局この人も失脚しちゃったんですよ。はい。で、この前川次長氏はどういう人かっていうと、東京練馬区の慶応寺の住職だったんですね。初代住職でずっとお亡くなりになる時まで慶応寺の住職でした。はい。それで、まあ、菅野地純海外部長の後任の海外部長として、1981年から89年まで、
海外部長の職にあったんですが、1989年突然海外部長を辞職しました。はい。で、小林光徳、まあこの人も後に農家になって小林民主というふうになったんですが、小林光徳氏に海外部長が交代になったと、ああいうことですね。それで、この人の辞任の理由も全くわからない、不明なんですよ。なんでこの人海外部長を辞めたんだか、理由が不明です。で、ずっとこの慶応寺の住職だったんですが、なんと2013年の3月31日に農家に昇進したと。前川密集というふうになった。もう90歳を超えてましたね。はい。で、まあ農家に昇進させたら今の日常ホースであったと。それから2017年1月1日にお亡くなりになったということですね。だからまあ日経ホースがホースの時は農家にならなかったんですけれども、日常ホースになってから農家になったということもあるんで、なんか前の日経ホースとなんか確執があったんじゃないかという話なんですけども、はっきりとは分かんない。この前川次長海外部長が辞職した理由は全く不明ですね。はい、ということでございます。はい、続きまして3人目が丸岡雄三財務部長ですね。はい、この人も失脚したんですよ。で、丸岡雄三氏は、この人も昇進覚醒運動の活動家僧侶であった。で、もともと大石寺の塔頭の連東坊の住職だったんですね。はい。で、まあ、丸岡雄三氏が、連東坊住職。で、昇進覚醒運動の活動家僧侶ということで、財務部長になったということなんですね。それで1980年、まあ、いよいよその、日経ホースト、昇進覚醒運動が、対立が始まった頃ですね。昇進覚醒運動の僧侶が、この大石寺連東坊に集結して、昇進会を結成するということがあったんです。もう連東坊でやったんですね。はい。その後ですね、丸岡雄三財務部長が財務部長を辞任して失脚しちゃったと。で、連東坊住職から川崎市の自供寺の住職に、まあ、兼任になったわけですね。まあ、左遷されちゃったんですかね。で、まあ、ずっと自供寺の住職だったんですが、まあ、近年ですね、自供寺の住職をお辞めになって隠居をしてます。はい。で、この人が財務部長を辞めた理由も全く不明なんですよ。まあ、おそらくこの、昇進覚醒運動の関連で、日経ホースがですね、怒って、まあ、財務部長を辞めろというふうに締め切っていったんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、はっきりという理由は、今とはわからないということでございます。はい。はい、続きましてはですね、4人目は柿沼校長総監。この人も後に農家になって柿沼日明というふうに名乗りましたね。農家の名前が柿沼日明。当時はまだ農家になってないんで、柿沼校長総監です。この人も失脚しました。この人はどうしたかというと、東京品川区の妙光寺の6代の住職だったんですね。はい。で、1959年11月21日から1965年11月15日まで、日蓮召集の宗務総監を務めていたと。つまり、66世日達法師が当座した直後に総監だったんですね。はい。で、なんでこの人が辞任して失脚しちゃったのかということなんですが、1965年2月16日、第1回小本堂建設委員会で、池田大作総工と創価学会会長が、この建設委員会の会議で柿沼総監を怒鳴りつけるという事件があったんですね。はい。で、この怒鳴りつける事件があって、まあそれからまあ9ヶ月後に辞めてるんですよ。だからこの怒鳴りつけた事件が原因じゃないかっていうのは動画1311でありましたね。はい。で、この怒鳴りつけた事件があって、今度は総高等を、まあ、一種はみんな尊敬するっていう、集会を開いて、で、集務員の通達が出たんですよね。まあ、その後辞めたということなんですよ。だから、なんで辞めたのか、だいぶちょっと、この第一回建設委員会、総本堂建設委員会から間があるんですよね。はい。だから、これじゃないかと言われてるんですが、まあ、はっきりとした理由はわからない。はい。まあ、
字にして失脚者滝沼総監ですね。はい、次はですね、早瀬道総監、早瀬日時総監という名前で有名です。はい、まあ農家でありまして、早瀬日時総監です。はい、でこの方は1967年4月24日から1979年5月7日まで総監だったんです。でまあ一応任期満了で退任ということで、なったんですが、もうちょっとこれが不審だということなんですよ。でまあこの方は東京報道院、池袋の報道院の3代目の主幹であって、今の日日放送のお父さんなんですよ。はい、でこの早瀬日時総監という方は、要するに1967年4月24日に総監になったわけですから、柿沼総監の次の次の総監なんですよね。はい、で、66世日達ホッスが、まあ、ホストしていたわけですけども、この日達ホッスの有力後継候補だったんですよ。で、日達ホッスの後継は67世日経ホッスになったんですが、早瀬日時総監は日経ホッスよりも、もうはるかに年上で、放浪も長いわけです。はい。まあ、総理をやってた期間ですね。はい、年数が長い。で、当然、早瀬日時総監は、日経放送よりも先輩格で、日達放送の時は早瀬日時総監の下に、日経放送がですね、安倍晋三教学部長としていたわけだから、日経放送の上司だったんですよ。はい。だから、この早瀬日時総監が66世日達放送の有力後継放送候補だったんですね。しかし、そうならなかったんですよ。はい。で、1979年5月7日、一応任期満了退任というふうになってますが、まあそこで衆務員の役員を辞めたということです。なんでこうなったのかというところなんですが、なんかこう日達ホッスと意見対立があったんじゃないかと言われてます。で、日達ホッスが、その、創価学会との第一終争紛争の時に、衆務員、頼みの衆務員が当てにならないと。はい。私を早く引退させて後側に座ろうとしてるっていう、なんか、愚痴を言ってたと。いうことですね。ぼやきを言ってたと。いうことが、全国担当新聞、掲載に載ってます。はい。で、まあ、最終的には、日達ホスの後継のホスは、67世日経ホス。つまり、安倍晋三共和国になったと。いうことでありますので、どうも、その、日達ホスとのなんか対立があったんじゃないかというふうに言われてますよね。はい。で、この、早瀬日時総監は、1993年6月20日にお亡くなりになってますね。はい。で、まあ、どっちかというと、早瀬日時総監、日達ホスとほぼ、なんか、同格ぐらいの人なんですよね。はい。だから、この人を差し置いて日経ホスがホスになったわけだから、まあ、相当なんか、日達ホスと、まあ、対立があったんではないかというふうに言われてますが、まあ、正式な発表はありません。はい。はい、続きまして、6人目はですね、斉藤英順庶務部長ですね。この人も、突然なんかお辞めになっちゃう。辞任しちゃったんですよ。で、斉藤英順庶務部長は今の日日放出が、当座してから、庶務部長になった人で、まあ、突然辞任して、今、秋元日子を死に交代しちゃったということなんですよね。で、その辞任の理由が全く不明です。で、一時、その東京の妙国寺の住職やってたんですが、辞めて一回、本山在勤になって、その後、静岡の法然寺の住職、まあ、やってますけどね。はい。まあ、なんでこの方が、庁務長を辞めたんだか、理由がわからない。不明です。はい、続きまして7人目。今度、法華経連合会ですね。佐藤一三郎、法華経連合会2代委員長。この人も失脚しました。この方はどういう方かというと、東京、吾妻橋の妙円寺の信者さん。でありまして、法華経連合会の委員長の時は、日蓮宗宗法華経大冒頭でもあったわけですね。はい。で、この人なんで失脚しちゃったのかと。まあ、日達放出の時は何事もなかったんですが、67世日経放出になってから、日経放出が通過して間もない頃、後の法華経連合会委員長になる柳沢喜宗治氏を、連合会役員に入れなさいということで日経放送が強く言ったわけですね。
で、この佐藤栄三郎氏は柳沢紀章氏が受け入れられないということで、この入れる入れないの問題で日経ホスト対立してですね、結局、まあ連合会の委員長がホスト対立しても勝てるわけないですよね。はい。で、結果的に1980年6月30日、法華経連合会役員全員が総辞職したと。これによって佐藤栄三郎、法華経連合会2代委員長も失脚しちゃったということですね。まあ結局、1975年3月1日から1980年6月30日まで。まあ委員長在任期間は5年だったんですけれども、まあ未だに生きてんだか死んでんだかよくわからない。そう、生死不明なんですよ。で、改名の発表もないわけです。はい、全く消息不明でございます、この方。はい。この方が7人目の佐藤栄三郎氏です。続いて8人目。星野幸一郎、法華経連合会第6代委員長ですね。この方は東京向こう島の本行寺の信者さんで、法華経連合会委員長になる前は、法華経連合会の企画部長などなどを歴任してました。はい。で、この方が2016年4月に委員長になったんですが、6年後、2022年4月で法華経連合会委員長を退任したということですね。で、委員長の時は日蓮招致法華経大高等だったんですが、あ、これもう、まあ、任期満了でやめたのかな、これ。はい。まあ、結局、在任期間6年なんですが、法華経連合会委員長在任6年というのは短い方なんですよ。ちょっとそれ、歴代の委員長見てみますと、初代の平沢松吉さんは11年。二代目は佐藤栄三郎さん5年。この人は失脚しましたかね、この7番目の方。この方です。はい、それから、安倍忠一郎さんは12年。柳沢紀章さんは19年。やってます。次の、永井富士蔵さんは5年ですけど、この人はお亡くなりになりましたからね。はい。だから、もう結構、ちゃんとやった人は10年以上勤めてるわけです。はい。で、しかも、2022年3月、任期満了で、大高等を退任してるんで、総高等、大高等全員空席という状態になってるわけです。なので、日蓮召集、官庁発出、衆務院と法華経連合会で何らかの確執があるんじゃないかと。いう検証を動画1人6でやりましたですね。はい。まあ、こんな感じで、この星野幸一郎さんも、この退任理由、なんかあるんじゃないかと。いうことなんですが、はっきりとは理由がわからない。不可解な退任をしたということなんですね。はい。ということでございまして、まあ、こういうふうにですね、不可解な辞任とか、失脚をしている人がこんなにいましてですね、まあ、他にもいらっしゃるわけですよ。理由ぐらいは明らかにした方がいいんじゃないかと思いますけどね。はい。日蓮召集の発出は、官庁はですね、信者さんに対して、あれ、ノルマだ、押し付けて、それで布教をやらしてるわけでしょ？こういうところをちゃんとですね、理由はちゃんとオープンにして明らかにしないと、納得しないと思うけどね、私はね、こういうやり方良くないと思いますよ。ちゃんと理由、ちゃんとやめた理由ぐらいは、明らかにした方がいいと思いますね。はい。ということで、今回の動画の検証、不可解な辞任失脚をした日蓮召集衆務院役員、法華経連合会幹部8人の検証をお送りさせていただいた次第でございました。はい、ご覧になられました皆さんはどのように思われましたでしょうか。またご意見を下のコメント欄にお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。